1590年、小田原征伐で北条家を滅ぼし、その後の久野瀬城の戦いで奥州仕置を終え、豊臣秀吉はついに念願の天下統一を果たします。久野瀬城の戦いについてはすでに動画がありますので、そちらを見てね。これでようやく戦のない平和な世の中が実現したというわけね。いえ、秀吉自身が戦いを続けることを望んでいました。彼が狙いをつけたのは、当時の中華帝国、明、そして明征服を目指した秀吉が、その足がかりとして失敗したのが、当時李氏朝鮮半島が治めていた朝鮮半島でした。この朝鮮出兵は2度にわたって行われ、前半の1592年から1593年までの戦いが文禄の役、後半の1597年から秀吉が亡くなった1598年まで続いた戦いを、慶長の役と言います。それにしてもなぜ秀吉はわざわざ海を渡って明を征服しようと思ったのかしら？結論から言うと、はっきりした理由はわかっていません。しかし研究ではいくつかの説が上がっていますので、それらを紹介していきましょう。まずは織田信長の遺志を継いだという説。当時キリスト教布教のため、日本に来ていたイエズス会の資料によると、秀吉の主君だった信長は生前、明の征服を検討していたと言います。そんな亡き主君の遺志を、信長の後継者たる自分が引き継ごうってことね。次に、秀吉の功名心や野望が明征服へと駆り立てたという説です。これは要するに、日本全国を統一した次は、信長ですら成し得なかった海外征服を試みたということですね。天下統一した上、海外まで征服したら、名実ともに信長を超えることができるぜ、と秀吉が考えたということね。天下統一したがゆえに、秀吉は全能感を感じていたのかもね。次に領土拡張が目的という説です。これは領土を拡大し、その土地を武将たちに褒章として与えることで、豊臣家の支配を確実なものにしようという説ですね。与える土地がなければ、政権崩壊につながりかねないのは、元寇後の鎌倉幕府が証明しているからね。そもそも秀吉は、朝鮮半島を自身の支配領域と考えていたという説もあります。そんなことを韓国の人が聞いたら激おこ案件ね。この他にも元寇の復讐など、様々な説が出されていますが、真相は闇の中です。今回取り上げる四川の戦いは、そんな朝鮮出兵における戦いの一つで、ここで朝鮮軍を圧倒したのが、島津軍だったのです。今回も島津無双シリーズなのね。すでに耳川の戦いや撮影戦争で登場し、当チャンネルのレギュラー格のような存在になっている島津家ですが、これまで島津家のルーツについて触れていませんでしたので、ここでご紹介します。確かに彼らがいつどこで誕生したかは知らないわね。島津一族の始祖は、平安時代から鎌倉時代に活躍した武将、島津忠久です。彼の出自は詳しくはわかっていませんが、鎌倉幕府の創設者、源頼朝の父兄弟として育てられたことがわかっています。となると島津家は、源氏がルーツと見られているわけね。ええ。このような縁もあり、1180年に頼朝が平家討伐を掲げて挙兵すると、忠久は源氏に加勢、忠久は源平合戦で活躍し、源氏の勝利に貢献すると、褒美として伊勢の領地を賜ります。その後、忠久は伊勢から国替えを命じられますが、その移った先こそ、日向の国島津の庄という場所でした。この場所の名前にちなんで島津という名前を名乗り始めたというわけね。ええ。戦国時代に入ると、以前の動画でもご紹介の通り、島津家は本拠地である薩摩から九州の平定を目指します。そこで活躍したのが島津四兄弟ね。ええ。これもすでに以前お話しした通り、島津義久、義弘、利久、家久の4人の兄弟はいずれも優れた武将でした。その中でも、ひときわ存在感を放っていたのが、今回の主人公、島津義弘です。鬼島津とも呼ばれた彼は戦国時代を代表する猛将で、その卓越した武力で島津一族を支えました。ここからはその島津義弘の猛将ぶりについてご紹介していきましょう。彼が武将として名を挙げたのが、1572年の木崎原の戦いです。この戦いで義弘はたった300の兵で、10倍の数の敵に相対します。島津軍が圧倒的に不利じゃないですか。この状況を打開するため、義弘は敵に情報戦を行い、さらに敵を誘い込み、伏兵で包囲する釣りの伏せを仕掛けます。出ました島津のお家芸。いよいよ敵軍が近づいてくると義弘は、戦の勝敗は数ではない。全員一丸となって勇気を振るって戦えば必ず勝てる。この義弘に命を預けよと兵を激励。戦いは10時間にも及ぶ激戦となり、島津軍の勝利に終わりました。この戦いの後、義弘は敵味方の区別なく戦死者を供養し、そんな姿は家臣だけでなく、領民からの尊敬を集めていました。戦に強いだけでなく、人としても立派。そりゃ人望が厚いのも当然ね。そんな義弘にはこんなエピソードがあります。
これは関ヶ原の戦いの時のこと。義弘は当初200余りの兵しか持っておらず困っていました。すると、薩摩から関ヶ原までの長距離を、兵の志願者が走りに走って義弘を助けるために参陣してきたというのです。飛行機も車もないこの時代にそれはすごいわね。志願者は合戦当日まで耐えなかったといい、義弘は志願者一人一人にねぎらいの言葉をかけたといいます。さらには関ヶ原の戦いではこんな話もありました。関ヶ原からの敗走の途中のこと、獣子が飯持ちを求めてきて義弘に献じました。すると義弘はこれをいくつにも分け、自分は一片も食べずに部下に分け与えたのです。家臣からしたら、いえいえ義弘様が食べてくださいってなるわよね。もちろん。しかし義弘は自分は鎧の中に少し欲しいがあるので心配するな。それよりお前たちの方が大事だ。と食べさせたそうです。これは家臣たち感動ものでしょうね。そんな戦国最強の一角とも言える男が、朝鮮半島でも大活躍したわけね。ではここから四川の戦いに至るまでの過程を見ていきましょう。天下統一を果たし、次の目標として明の征服を目指した豊臣秀吉は、配下の西国の諸大名を9号して遠征軍を立ち上げます。そしてまずは手始めに朝鮮半島を狙ったと、秀吉はまず朝鮮半島を治めていた李氏朝鮮に対し、従属を求めます。戦う必要がなければそれに越したことはないものね。しかし李氏朝鮮は明の作法国、つまり明の家来のような国だったため、この秀吉の要求を拒否、いよいよ秀吉は遠征軍を朝鮮半島に差し向けます。文禄の役の始まりです。文禄の役は総勢25万人から30万人が参加しており、総大将は五大老の一角、宇喜多秀衛、総奉行は石田三成がつき、朝鮮半島には小西行長や加藤清正、黒田長政、小早川高影、毛利輝元などが渡りました。そうそうたるメンツだこと。まさに戦国オールスター軍団ね。戦乱の世を生き抜いた猛者たちは、日本列島の外でもその実力を発揮。釜山に上陸した日本軍は次々と朝鮮軍を破り、首都、漢城、今のソウルを陥落させます。圧倒的ね。その後も日本軍の進撃は止まらず、朝鮮の英雄、李承信率いる水軍の活躍で物資不足に苦しめられることもありましたが、平壌まで落とします。中でも加藤清正は朝鮮の王子を捕獲したり、北上して満州の女真族や虎と戦ったりと、その活躍は目覚ましいものでした。あ、清正の虎退治ってこの時の話なのね。それにしても日本軍はイケイケですね。このまま明に攻め込まんとする勢いね。しかし、朝鮮半島に明の援軍が到着すると事態が動きます。1593年1月、明の李女将が平壌を吸収し、日本軍は初めて大敗。その後、碧帝館の戦いでは日本軍が明軍を破って大勝しますが、日本軍は物資不足に陥るとともに、慣れない気候からか疫病が蔓延します。一方で敗れた明軍も勢いをそがれてしまったため、両国は和平交渉をスタート。なおこの時、朝鮮側は講和に反対し続けていましたが、両国は朝鮮側を無視して交渉を進めています。戦場になっているのにひどい話ね。しかし、この和平交渉は互いの担当者が捏造したものでした。これは最終的に秀吉にバレることになります。これは秀吉さんブチギレ確定ですね。もちろん。というわけで秀吉は再び14万もの大軍で朝鮮出兵に繰り出します。これが慶長の役です。結論から言うと、慶長の役もうまくはいきませんでした。なぜなら1598年8月、朝鮮半島で日本軍と明、朝鮮軍の戦いが続く中、戦いを主導していた秀吉が亡くなってしまったからです。秀吉がいなくなれば、日本側も戦う理由がないものね。ええ。豊臣政権の中心である五大老や五奉行は朝鮮からの撤兵を決定し、密かにその準備を進めますが、秀吉の死は秘匿され、朝鮮出兵中の諸将には知らされていませんでした。そんな中9月に第二次ウルサン城の戦いが起こります。第二次ってことは第一次もあったってことかしら？はい。ウルサン城は朝鮮出兵時に日本軍が拠点としていた城の一つですが、第一次の戦いでは、加藤清正らの奮戦で明朝鮮軍を撃退していました。敗れた明はリベンジと言わんばかりに、本国から増援を得て、10万の大軍を組織。それを陸軍3軍と水軍1軍に分け、陸軍が日本軍の拠点を攻撃し、水軍が退路を断つ作戦で、ウル三城、四川和城、順天和城の三城を同時に攻撃し始めます。ようやくここで四川というワードが出ましたね。四川はこの時の日本軍にとって超重要な拠点でした。あら、どう重要だったのかしら？それは地図を見ればわかるでしょう。まず日本軍の後方基地としての役割を果たしていたのがこの釜山でした。一方で、今戦いが繰り広げられている3つの城の配置はこんな感じです。なるほど。もし四川和城が落とされてしまったら、
西方にいる軍との連絡が分断され、順天は城が孤立する可能性があったというわけね。そんな四川は城に駐屯していたのが、何を隠そう鬼島津、島津義弘と、その息子忠常だったのです。この時の島津軍は1万のみで、数としては圧倒的不利でした。そのため、宗義朝や立花宗茂が援軍を申し入れますが、義弘はなんとそれを断ります。え、マジで？こうして島津の軍勢だけで、明朝鮮の大軍を迎え撃つことになったのです。明朝鮮連合軍の大軍の動きを察知した義弘は、四川古城、英春、昆陽、防身の将兵に、義弘のいる四川新城に集結するよう命じます。しかし、四川古城に配置されていた将兵は撤収に遅れが生じたことで、敵に包囲されることに。この時、四川古城にいた将兵は川上忠真率いるわずか数百。明朝鮮連合軍の総数は確か10万を超えていたから、少なくとも島津軍の数的不利は確かだろうね。いきなり厳しい戦いになる予感。1598年9月27日、明軍は四川古城を強襲。これに対し忠真は、少数ながら頑強に抵抗し、城から出撃すると明軍の将軍を含め、数百人を討ち取ります。文字通り一人一殺のペースで討ち取っているわね。やはり薩摩隼人の強さは海外でも変わらずか。とはいえ、彼らも多くの死傷者を出しており、圧倒的な数的不利に変わりはなく、危機的状況に陥っていました。そこで忠真は明朝鮮連合軍の囲みを突破して四川古城を放棄し、四川新城への撤退を目指すことに。この突破は困難を極め、忠真は36の矢を受け重傷を負い、150人余りが戦死したものの、彼らは四川新城に撤退することに成功しました。36の矢傷とは、いかに激しい戦いだったかを物語っているわね。そんな困難な撤退であるにもかかわらず、忠真は一つ成果を上げていました。え？マジで？彼は配下に命じて敵の食糧庫を焼き打ちさせ、これに成功していました。これはただでさえ大兵力であるがゆえに食糧不足に陥っていた連合軍に、大きな打撃を与えました。まさに腹が減っては戦はできぬだもんね。こうして連合軍は短期決戦を余儀なくされ、彼らは10月1日に四川新城の総攻撃を行うことを決定しました。10月1日午前6時頃、明の将軍統一元率いる20万もの大軍が四川新城に押し寄せます。対する島津軍の兵力は5000程度。約40倍。こんな大軍相手に島津義弘は自分たち島津軍だけで戦うことにしたの？正気の沙汰とは思えないわ。義弘は四川新城を背に強固な陣を張り、伏兵を配置。連合軍の攻撃に対し、義弘は大量の鉄砲を使用したり、地雷を埋めるなどして対抗しました。とはいえ、連合軍に押されるのは時間の問題なのでは？はい。午前9時頃連合軍は、柵際まで押し寄せて、弓鉄砲を放ち総攻撃を開始。これに対し、島津忠常は近づく敵に矢を追いかけて3人を倒し、一気に突撃を試みようとしますが、父義弘がそれを許可しません。あら？これは何か意図がありそうね。一方連合軍の勢いは止まらず、大砲を打ちかけ、門や城壁を破壊していきます。そして一気に城を落とすべく、歩兵が殺到。明軍の一隊が大手門を打ち破り、塀を乗り越えようとします。この瞬間を義弘は待っていました。彼はついに攻撃の命令を下し、島津の鉄砲隊は一斉に敵に射撃を浴びせます。この島津軍の集中射撃を至近距離で浴びた連合軍の突撃隊は、一撃で粉砕されました。まるで釣りのブセかのような待ち伏せ作戦ね。城での戦いにおいても得意技を応用してくるとは、いかに島津軍の連動が高いかわかるわ。ここから形勢は逆転。島津軍にとって幸運なことに、このタイミングで明軍の火薬庫に火がつき、爆発。火薬の煙が視野を遮ったことで明朝鮮連合軍は混乱に陥ります。さらにこの時、白い狐と赤い狐が四川新城に現れ、明朝鮮軍に向かって攻めかかったとされ、これを見た島津軍は、稲荷大明神の勝ち戦の傷を示すものとして、大いに士気が高まったと言います。このチャンスを逃す鬼島津ではないわよね？もちろん。ここで島津軍は城門を開き打って出ます。この時突撃の命令を待ちかねていた城兵が先を争って城門から突撃したため、城門が全く開く暇もなかったと言い伝えられています。さすが薩摩のバーサーカーたちね。このエピソードは後に朝鮮の半扉と呼ばれ、島津軍の猛勇さを示すものとして伝説になりました。こうなってしまえば、島津軍の勢いを止められる者はいません。義弘は伏兵を出動させて敵の隊列を寸断して混乱させ、義弘本体も攻勢に転じます。白兵戦では日本刀の威力は凄まじく、連合軍の将兵は次々と撃たれていきました。しかも島津軍の剣術はあの次元流よね。そりゃ真っ向勝負で叶うはずがないわ。
御年63歳の義弘も自ら4人斬り、忠常も槍を受け負傷するも7人斬るなどして奮戦。混乱した連合軍は疲労していたことも手伝って、壊滅的被害を受けて回走。島津軍は南無岩の右岸まで追撃を行い、回走する連合軍は南無岩において、無数の敵死者を出しました。耳川の戦いで見た展開。戦いは島津軍の完全勝利でした。10月1日の夜、島津軍は四川の平原において勝ちどき式を挙げました。一方、この戦いにより義弘は鬼島津と恐れられ、その武名は朝鮮だけでなく、明まで響き渡ったと言います。鬼島津の名は世界に轟いたのね。朝鮮王朝実録によると、今回の四川の戦い、第二次ウル三条の戦い、そして順天の戦いの、いわゆる三路の戦いと呼ばれる戦いにおいて、明朝鮮連合軍は全ての攻撃で敗退。首謀者の秀吉が亡くなったことで、この後日本が朝鮮半島に侵攻してくることはありませんでしたが、人々は日本軍に恐怖したと伝えられています。義弘の強さはまさにトラウマものだったものね。戦国日本は世界最強クラスの武力を持っていたのは間違いないわね。といったところで今回は終わりとしましょう。今後もこのチャンネルでは日本の戦いをテーマに動画を投稿していきます。応援よろしくお願いします。チャンネル登録や動画の高評価コメントいただけますとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。